それはね、やってないんです。本当にやってない。もう全部中国のせいとか不景気のせいとか、小泉とか国とか役所のせいにしてるんですよ。だからね、本当ね、その辺ね、もう頭に来てるんですよ、最近で。もう私はね、今ね、本当に3時半に起きて4時から、大体寝るのが10時半ですから、平均睡眠4時間から5時間ぐらい、調子に乗ってる時はもう1時間とか寝ないで50時間連続労働とかやってるから、言う価値がある、私は。ああ、言う価値っていうか、その、今は言える。今は言える。俺やってんだから。やれと思って働け。この前もね、もうパソコンレスキューっていうね、わけのわからん、まだ学生上がり、27歳のね、ベンチャーのね、社長がね、カイロさんを見習って、この本を読みました。僕も長時間労働やります。なんと今は13時間労働です。バカかと。13時間だぜ。朝、例えばもうね、私からしたら、火みたいな、8時に出てきて。21時までですよ。バカ、こんなのお前28だろ。俺もパソコンのベンチャーでね、バカがって書いて出しましたよ、ね、返事を。13時間、バカ、何言ってんだよ。返事来ないですね、それからね。連絡も来ないですね。だから真剣にやってるか、私のことをもう狂ってると思ってるのかもしれないですけど、でね、本当ね、やってないですね。やってなくて、なんか今日だね、もう前のせいばっかりして、で、もう時間がもう過ぎてるかもしれないですけど、結局ね、その今日は武田ランチェスター弱者必勝の戦略の話は一切できませんでしたけれども、それはもうたった1400円出せば基本が全部学べますので、そっちでやってください。で、今の時代はですね、中小零細弱者の成功法則なんですね。もうこれしかない。もうこれしかない。成功法則。もう弱者。弱者の成功法則。中小零細弱者の成功法則。基本は別にこう宣伝に来たわけじゃない。本当にいいからやってください。武田、ランチェスター、弱者必勝の、法則です。これはまず基本。これはしっかり勉強する。基本をですね。基本を。戦略をしっかり勉強する。それと、あとはですね、これは私が発明した格言、今日本邦を公開しますけれども、本気、正直、嘘つかない、嘘つかない、プラス、感謝、なんだと、今日は坊さんかなんかの話を聞きたいじゃないぞというかもしれないですけどね。やっぱり突き詰めるとね、ここに行くんですよ、やっぱ、まず、本気、本気を出そうぜと。バカが、何が13時間労働だと、お前は。27、パソコンベンチャー、ふざけんじゃないと。もう同業他社の、東京のサイバーエージェントの藤田なんか、20時間労働当たり前だと。4時間寝れば大丈夫なんだ、20代のベンチャーなんか。本気を出せ。そしてあとは正直、お客に嘘をつかないってことですよ。従業員にも嘘をつかない、あとはもう全てに対して、もう身の回りとかね、お天道様にもですね、嘘をつかない、正直にやること。商売というとね、どうしてもそのね、儲け、言葉があんまり良くないですね。いかにその騙して儲けるか、あらゆるたくさん違う、そうじゃなくて、やっぱりね、正直にっていうことですね。バカ正直。そしてたまたまうまくいってもですね、お客さんへの感謝をですね、もしくは世の中、両親、従業員、感謝を忘れないことですね。これ行動としては、例えば分かりやすいのは、今のせいぜい 1.2 倍ぐらい働くと、中村さんも言ってますよ。わずか出社前と後、これ20分伸ばすだけで黒字になるんだから、大変な会社。簡単に言ったら20分、まあ分からない、1時間伸ばすって言うたんですよ。
分からんけど、まあ、10% 多く働くということはですね、もしかしたら経常利益をですよ、たった 1% ぐらいこう、ね、上げてすぐ利益になる。